背景に描かれた海運都市ジェノバ。テラスを持つ建物は同志のビラデル・プリンチペとされる。キュテラのヴィーナスは16世紀のアントウェルペンの画家ヤンマサイスが1561年に制作した絵画である。油彩。愛と美の女神ヴィーナスあるいは春と花の女神フローラを描いたとみなされている。現在はストックホルムのスウェーデン国立美術館に 所蔵されている。ビーナスは屋外の大遺跡のテーラスに設置された背もたれのないチョイスに座っている。ビーナスは魅惑的な微笑を投げかけながら手に赤と白のカーネーションの花を持ち、チョイスのそばに置かれた花瓶には赤と白のバラが飾られている。女神のいるテラスは遠方の風景を眺望できる場所にあり、テラスに接している庭園がより低い位置に描かれている。 真珠のネックレスや庭園の噴水及び壺を持った妊婦像、海を望む背景は、ビーナスが海で誕生した神話を思い出させるためのモチーフとして描かれている。手すりの上の球体は、ルネサンス期では完全を意味し、全世界ないし天球を象徴したが、ここではビーナスの完全なる美しさの象徴として描かれていると考えられる。また孔雀は、 ビーナスではなく女王ユノの象徴であり、何らかの道徳的具位を表すと考えられているが、いずれもそれらのシンボルの意味を正確に判断するのは困難である。画家は薄く透明な衣の下に、北方ルネサンスの冷たく光る彫刻のように滑らかな、しかし充実した女神の裸体を描いており、背景では遠近法の下で庭園の木々の葉や、 遠方の城壁に守られた街並みに至るまで微細に書き込んでいる。画家は本作品の署名に自分の名前の後に名の通った画家であったチチクエンティンの名前を記している。ニュルンベルク年代記の記範画に描かれたジェノバの都市、ランテルナは画面の左端の塔。本作品の重要な要素として背景が挙げられている。背景はビーナスが座った前景。 複数の別荘と庭園が描かれた中継、最後に城壁で囲まれた港の街並みと会場の様子が描かれた円形の3つに分かれているが、描かれた風景はその場所が北イタリアの海運都市ジェノバであることを示している。例えば円形の繁栄した港町の様子と、入江と岬によって形成された地形、町に立つ複数の塔及び岬に立つ2つの灯台のうちの1つは、 ランテルナとして有名なジェノバ東大であり、港町のさらに円形にはポルトフィーノの岬が描かれている。また中継に描かれたテーラスと庭園のある建物は、ジェノバ出身の軍人アンドレアドーリアの宮殿であり、同志の歴史的な建築物であるビラデル・プリンチペである。この宮殿は16世紀後半に行われた改築以前の姿で描かれているので、研究者から ドーリアの宮殿に関する資料としての絵画の重要性が指摘されている。ヤンマサイスの1559年の絵画、フローラ、ハンブルク美術館所蔵。遠方にはアントウェルペンの街並みが見える。よって本作品のパトロンはしばしばドーリア本人とされてきたが、ジェノバ出身の貴族で銀行家、外交官として活躍した。 アンブロージョ・ディネグロとの関連性も指摘されている。ドーリアの宮殿の西側にはディネグロ家が所有していた丘陵があり、丘陵の頂上からはジェノバの街全体、港、海岸までの景色、特に西のランテルナと東のポルトフィーノ岬を同時に見渡すことができた。ディネグロは本作品の前年から丘陵の中原にあった庭園を再造営しており、 これらの全ての要素が本作品に描かれていることや、1558年から1559年にかけてディネグロがオランダを訪れた時期が、ちょうどマサイスがアントウェルペンの風景と共にフローラを描いた作品を制作した時期と重なっていることから、それを見たディネグロの発注によって、ジェノバの景観を描いた本作品が制作されたと考えられる。 ヤンマサイスは1540年代に異端者として避難され、国外に亡命せざるを得なかったが、本作品のビーナスの官能的な女性美と洗練された宮廷趣味に見られるフォンテーヌブロー派の影響や背景に描かれたジェノバの詳細な都市風景といった要素は、画家が亡命先のイタリアやフランスで仕事をしたことを示唆している。ただし、そのことは必ずしも、 マサイスが実際に本作品の背景を描いたことを意味するわけではない。何人かの研究者は、ヤン・マサイスに共同制作者が存在したことを想定しており、アントウェルペンの工房の通例に従って、都市景観を描く、専門家に依頼して、円形を制作したと考えている。背景の制作者の有力候補としては、画家の兄弟で、 風景画家であったコルネリス・マサイスの名前が上がっていたが、美術史家ヤン・ファンデルストックの研究によって、コルネリスは1556年4月から1557年1月の間に死去したことが判明しているため現在では否定されている。絵画は神聖ローマ皇帝ルドルフ・2世のコレクションに属しており、当時の目録ではフローラの名で記載されている。 1648年のプラハの戦いで、スウェーデン軍の略奪に遭い、その他多くの美術品と共に、スウェーデンに移った。その後、スウェーデン国立美術館の設立に伴い、1865年に、他のコレクションと共に、王立美術館から同美術館に移されて、現在に至っている。ありがとうございます。